オルレアン包囲戦は、イングランドとフランスの百年戦争において、ターニングポイントとなった、フランスのオルレアンで1428年10月12日から1429年5月8日にかけて起きた戦闘である。この包囲戦は、ジャンヌ・ダルクの主要な軍事行動における最初の勝利であり、1415年にアジャンクールの戦いで敗れた後のフランスにとって最初の大きな勝利であった。 この包囲戦の結果、その後のイングランドの軍事力は下降戦となっていった。オルレアンは、イングランド、フランスの双方にとって、戦略的にも、シンボルとしても重要な街であった。現代の一致した意見としては、仮に、オルレアンが陥落していたならば、イングランドの摂政、ベッドフォード工場をブランカスターにより、フランス全土を征服するというヘンリー五世の野望が、 実現されていたというものである。半年間にわたり、イングランドが優勢であったが、ジャンヌ・ダルクの到着後9日間で、イングランドによる包囲は崩壊した。オルレアン包囲戦は100年戦争中に起き、イングランドとフランスをそれぞれ支配していた、大家間で、フランスの支配権を争った戦いである。この争いは、イングランド王エドワード3世が、 フランスの王位を主張した1337年に始まった。この主張は、ウィリアム一世から継承された主張が元になっており、政略結婚により強化されていた。1415年のアジャンクールの戦いの決定的な勝利により、イングランドが優勢となり、北部フランスの広範囲を占領した。1420年のトロワ条約により、イングランドのヘンリー五世が、 フランス折衝となった。この条約により、ヘンリー5世は、当時フランス王であった、シャルル6世の娘のカトリーヌと結婚し、カトリーヌとの間に生まれたヘンリー6世が、シャルル6世の死去に伴い、フランス王位を継承した。シャルル6世の息子かつ、カトリーヌの弟で、条約前は、フランス王位の法廷推定相続人であった、シャルル王大使は、 フランス王位を継承しなかった。オルレアンはフランス北中部のロワール川沿いの町である。包囲戦の際、オルレアンはフランス王位に忠誠を誓っていた都市の中で最北に位置していた。イングランドとその同盟国であったブルゴーニ公国はパリを含めてフランス北部の残りの地域を支配していた。主要河川沿いに位置していたオルレアンの場所はイングランドにとって フランス中央部へ軍事行動をするための最後の障害となっていた。イングランドはすでにフランスの南西部の海岸地帯も支配していた。オルレアンは15世紀初期の政治においてオルレアン皇領の主婦としてシンボル的な重要性を持っていた。シャルル6世の甥いのオルレアン皇シャルルはアルマニアック派として知られた政治的党派の長であり、トロワ条約を拒絶し、フランス王として体感していない。 シャルル王大使の主張を支持していた。この党派は2世代にわたって存在し、リーダーであったオルレアン号は、数少ないアジャンクールの戦いの戦闘参加者の一人であり、戦後も14年間イングランドの囚人の状態であった。騎士道の監修として、領主が捕虜になり、不在の所領を攻撃することは禁じられ、 侵略してきた軍隊に対して戦闘することなしに降伏した都市は新しい領主から寛大な処遇を受けることとなっており逆に抵抗した都市は手洗い占領を受けることとなっていたこのような状況下において集団処刑が行われていた事例は明らかになっていない中世後期の論理によればオルレアンの町は戦闘をエスカレートさせイングランド軍に 暴力行為をさせたため、君主が征服されることは、市民が厳しい報復にさらされる結果となることを意味していた。オルレアンのアルマニャック派との結びつきのため、町が陥落した場合、報復を逃れることはありえなかった。1425年から1426年にかけて、江ノをめぐる問題が短期間同盟関係に影響を与えていたが、 その後1427年にイングランドとブルゴーニュ派の軍隊はシャルル王大使のフランスに敵対する同盟関係を更新した。パリ南西のウルレアネ地域はロワール川を支配するためだけでなく西部におけるイングランドの軍事行動と東部におけるブルゴーニュ地方の軍事行動を円滑に結びつけるためにも大変重要であった。フランス軍は アングロブルギニョンの猛攻撃の前から、ライルとジャンド・デュノワがうまく包囲を解かせた1427年のモンタルジ包囲戦まで効率的ではなかった。モンタルジ救済は直近の数年間で最初の効果的なフランスの軍事行動であり、少人数で駐屯しているメーヌ西部のイングランド軍占領地域で散発的な反乱を助長し、イングランドが 直近に獲得した土地を元に戻させるぞという脅しとなった。しかし、フランス軍はモンタルジの余波に付け入ることには失敗した。その大きな理由としては、フランスの宮廷がフランス大元帥アルテュールド・リッシュモント王大使のお気に入りであった自重のジョルジュ・ドラ・トレモイユとの間の内部構想に巻き込まれていたことであった。デュノは、ライル。 ジャンポトンド・ザントライユは、ラトレ・モユの擁護者であり、一方のクレル・モンハク、シャルル・ド・ブルボン、フランス元水ジャンド、ブロス、エブルー・ハク・ジョン・スチュアートはリッシュモン派であった。フランス内部での紛争は1428年の中頃までに、彼らの遊撃隊が、フランスでお互い戦い合う状態にまでなっていた。イングランドは、フランスの麻痺状態を利用して、 1428年初頭、イングランドに新たな増援部隊を作り、ソールズベリー博、トマス・モンタキュートにより呼び寄せられた2700人の兵を新しい戦力に育てた。増援部隊はノルマンディやパリで新しく育てられた軍隊により増強され、ブルグントや進化の領土であったピカルディやシャンパーニュからも加わり、計1万人ほどの規模になっていたと思われる。 1428年春の軍事会議で、イングランド折衝のベッドフォードコージョンはメーヌでの攻撃を鎮圧し、アンジェを包囲するためにイングランド軍を西に向かわせることを決定した。オルレアンは当初の構想にはなかったが、ベッドフォードコーは、リッシュモント・ラトレモイユでの戦闘に関心が集中していたデュノアと個人的な協定を結び、荒々しくベリーに突撃していった。 オルレアン公は未だイングランドに捕らえられていたため、捕虜の諸事件を得るための騎士道的な戦いの監修とは対局にあるものであった。ベッドフォード公は単独でオルレアンから退くことに同意したが、7月にソールズベリー博の指揮下のイングランドの増援部隊到着後、すぐに何らかの理由により考えを変えた。後年に書かれたメモ書きで、ベッドフォード公はオルレアンの包囲戦は、 わずデイクインハンド、ゴッドノアスバイホワッとアドバイスであると表現しており、このことはおそらく彼の考えではなく、ソールズベリー博の考えであったことを暗示している。7月と8月の間、ソールズベリー博はパリ南西部の田園地帯に進行し、ノジャンイコールルイコールロはランブイエおよびシャルトル周辺のエリアを回復した。その後ソールズベリー博は、 南西のアンジェ方面には向かわず、南東のオルレアン方面に進軍した。ロワール川方面を攻め、8月にルピーセとジャンビルを占領した。そこからは、オルレアンを北側から直接攻めず、町を通過、まず、オルレアンの西側の田園地帯を占領した。彼は素早く攻略したモンシュルロワールの町で、ロワール川にたどり着き、 別動隊が川を渡りくれりの聖堂を略奪した。ソールズベリークは、プロア方面の下流側にも若干の攻勢をかけ、ボージャンシーの橋と城を奪取した。ここでロワール川を渡り、南側からオルレアンに接近し、10月7日にオルレアンから1マイルほど離れたオリベの町に到着した。その間に、ジョンド・ラポール式下のイングランド軍の別部隊が、 オルレアン東部の上流地域を占領するために送られてきていた。10月5日にジャル城の町が陥落し、ほどなくしてシャトーヌフシュルロワールが陥落した。一方でブルゴーニ派勢力がさらに上流側のシュリー・シュルロワールを攻略した。オルレアンは切り離され、包囲された。包囲戦のあった1428年から1429年のオルレアンデノワは、 オルレアンの防御に人員を配置し、イングランド軍の包囲網を監視し、オルレアンの街を包囲船に備えることに気を配った。彼は約14マイルの長さの橋に狙いを定め、ロワール川南岸より北岸の都市であるオルレアン中心部に入ってくることを正確に予測していた。この橋はソールズベリー博がオルレアン中心部の射程圏にイングランド軍の大砲を配置するのに、 最適な場所である中スのサンアントワーヌ島を通過していた。橋の南端は、小島のある守衛詰め所、トゥーレルトリレであり、川の上に立ち、跳ね橋で南岸と繋がっていた。デュノワは、急いで南岸に大きな土塁を築き、大部分の軍を配置して、橋を防御する大きな要塞化された複合施設を作り上げた。城壁上の通路をちょうど横切った場所に、 アウグスティの会の修道院があり、この橋に接近してくる者に対する、側車用の場所として使用することができたが、デュノアは使用しなかったと思われる。彼の命により、オルレアン南部の郊外の住民は避難し、すべての建物は、イングランド軍に、ダッシュされるのを防ぐために破壊された。オルレアン包囲戦、1429年オルレアン戦は、1428年10月12日に、 開始され、17日には、攻撃が開始された。イングランドは21日にブールバールを攻撃したが、フランス軍の史跡攻撃、ロープ網による包囲、熱した油、熱した石炭、生石灰などにより退けられた。イングランド軍は、前線攻撃を止め防衛を掘り始めたが、フランス軍はこれに対抗して、行動支柱に火を放ち、23日にトゥーレルトリデに戻った。 しかし翌24日にトゥーレルトリデを嵐が襲い、離散したフランス軍は追撃を防ぐためにいくつかの橋のアーチを爆破した。トゥーレルトリデ陥落により、オルレアンがイングランドに占領されるという運命が決まったかに見えた。しかし、多くの援軍を引き連れたジャンド・ブザックのタイムリーな到着により、イングランドが橋を修復して渡り、オルレアンを包囲することを未然に防いだ。 イングランドは2日後の26日に、ソールズベリー博がトゥーレルトリデの軍事基地を監督している間に、大砲の砲火により跳ね上がったがれきで顔を打ちつけ、交代を余儀なくされた。イングランドの軍事作戦は重傷を負った。ソールズベリー博が、モンシュルロワールへ手当てのため運ばれている間、中断していたが、約1週間後に、ソールズベリー博は、傷が原因で命を落とした。 以後は、サフォーク博、ウィリアム・ド・ラポール、第7代、タルボット・ダンシャク・ジョン・タルボット、トーマス・スケールズの3名による集団指導体制となった。ソールズベリー博の負傷と死により、イングランドの軍事作戦が昇降状態となったことで、オルレアン市民が残りの橋のアーチをすべて爆破する時間ができ、早期の橋の修復や直接的な攻撃の可能性を消すことができた。 11月中旬に、ベッドホード港により指名された、新しい包囲船の指揮官である、サフォーク博は降伏させるために町を包囲し、地球船に持ち込んで植えさせることを決定した。彼には堀が長く続く町を包囲するのに、十分な人力が与えられていなかったため、外類を作り始めた。数ヶ月を過ぎた頃には、二つの岸をつなぐ橋が、 見渡せる川の中州であるシャルル・マーニュ島の北岸に7つの砦南岸に4つの砦を築いていた。外類の設置は困難を伴うもので、フランスの守備隊が繰り返し反撃し、工事している者たちを悩ませ、当機にイングランド軍のシェルターとして機能することを妨げるために郊外の建築物を計画的に破壊した。 1429年春まで経っても、イングランドの外類は、町の南部と西部を囲んでいただけに過ぎず、北東方面は、基本的に柄空きであった。フランスの重装不評の構成部隊の多くは、パトロールを押しのけ、町の内外を行き来できていたが、護衛された橋家による供給物を持って入ることは、入場する箇所や、そこから離れた場所で、厳しくブロックされた。 オルレアン包囲戦におけるイングランドの外トルイ南岸においてイングランド軍の中心は橋の複合施設であった。東側からの橋への侵入はサンジャンルブラントリデで監視され、橋の西側へはシャウンドサンプラベトリデで監視された。サンプラベはシャルルマーニュ島への橋も監視していた。シャルルマーニュ島の反対側であるロワール川北岸はイングランド軍の最大の防類で、 イングランドの軍事行動の中枢部であるサンドーラントリデで監視していた。その上は多くの小さなソトルイがあり、順番に黒はボワストリデ、ドゥーズ、ピエールトリデ、プレソアールアプストリデ、そして町のちょうど北側にサンプエールトリデが置かれ、主要な通りの上部に置かれていた。その背後は大部分がオルレアンの森の深い森で覆われていたとはいえ、 北東部には大きな裂け目があった。結局、町から東に約2トルの北岸にあったサン・ルートリーでは孤立した。オルレアンの位置は絶望的に思えた。フランス軍がまだオルレアン北東部のモンタルジア上流のジアに孤立した城を有していたとはいえ、イングランドが軍隊を集中させていたために、オルレアンの南西にあるブロワから本来来るはずの救援が来ていなかった。 北東側からオルレアンにたどり着くまでに補給部隊は危険な迂回ルートをぐるぐる回らなければならなかった。ほとんどの部隊が任務を遂行できず、オルレアンは窮地に陥った。もしオルレアンが陥落したら、フランスの北半分を回復することが不可能となる。そうなれば王太子がフランス国王を目指すのに致命的打撃を被ると思われた。1428年9月。 フランスの三部会がシノンで行われた時、彼らはどんな代償を払ってもブルゴーニュ公フィリップ三世と和平を結ぶよう大,大使に迫った。1428年10月、オルレアンへの脅威がリッシュモント・ラトレモイユのゲリラ隊に一刻も早い一時停戦を促した。1429年初期、クレルモン博はオルレアン解放のためにフランススコットランド軍をブロアに集めた。 イングランド軍の包囲部隊は、ジョン・ファストルフの指揮下にあり、パリからイングランド軍の補給部隊が派遣されたことを聞き、クレルモンハクはそれを迎撃するために回り道をすることを決定した。ジャンド・デュノは指揮下のウルレアンからの軍は、イングランドの軍列を築かれないように通過し加勢した。2月12日、2つの軍はジャンビルで合流し、ルブレでイングランドの補給部隊を攻撃し、 二神の戦いとして知られる光線となった。この時、補給部隊が来る市準節用のための大量の魚を積んでいたことから、この名がついた。フランス軍の接近に気づいたイングランド軍は、供給用の車を伴ったウォーワゴ号を作り、その周囲を急兵に取り囲ませた。クレルモン博は、フランス軍に、下がれ、砲撃でダメージを加えるぞと命じた。しかし、 エブルー博に率いられたスコットランドの連隊は大砲での攻撃に不満を表し近づくことを決定した。フランスの隊列は続くべきか命令通り残るべきか不確かであったために気遅れしていた。フランス軍が動かなかったこと、または気遅れした本のわずかな兵しか動いていなかったことを見てイングランド軍は好期であると感じた。イングランドの騎馬隊が 防和ンから出動し、孤立したスコットランド軍を圧倒し、気遅れしていたフランス軍を撃退した。フランス軍は混乱とパニックに陥り、撤退した。エブルーハクは戦死し、デュノアは負傷した。3日後、ファストルフが勝ち誇って、オルレアンのイングランド兵に物資を届けた。ルブレでの敗北により、フランス軍の士気は大きく低下した。 クレルモンハクとディユノワは敗戦の責任に関して、お互いを非難し合い、リッシュモン派とラトレモイユハの間に、再び亀裂が入り、抗論といさかいが起きた。クレルモンハクは憤慨して、オルレアンを離れ治領に戻り、さらなる戦いへの参加を拒んだ。王太子はブルゴーニュハとの和平を求めるよう再び、説得され、もしこれに応じない場合辞職して、同姫に交代し、さらには、 スコットランドに亡命することも考慮するよう説得された。3月、デュノアはイボアニオルレアン公の代わりに中立地域としてそこを治めるためにオルレアンを自分に引き渡せという全領公が拒否できない提案をした。全領公はベッドフォード公にその提案を受け入れるように説得するために4月初旬に急いでパリへ向かった。しかし、 ベッドフォード公は、オルレアンは、間もなく陥落すると確信し彼の提案を拒んだため、全領公は怒り、イングランドの包囲に対するブルゴーニュの援助を止めた。ちょうど二審の戦いの日に、フランスの農家の若い娘、ジャンヌ・ダルクが、ボークルールのドーフィニーの守備隊長であるロベールド・ボードリクールと会い、王大使を救援し、ランスで、 彼の体冠式を行うという神から与えられた使命を会議的であったボードリクールに説明した。彼女は以前二度にわたってボードリクールと会い、そのことを拒否されていた。しかしこの時彼は承諾し、シノンにある大大使の邸宅に彼女を連れて行くように取り計らった。ラピュセル年代記によると、ボードリクールとのこの会談の際、ジャンヌはその日大大使の軍隊が、 オルレアン付近で撤退を余儀なくされ、自分を彼のもとにすぐに送らなければ他の悪いことが起きると打ち明けていた。結果的にルブレでの敗戦の知らせがボークルールに届いた時にボードリクールは彼女の宣見の目を確信するようになり、彼女を王太子のもとに連れて行くことに同意した。物語が真実であろうとなかろうと、すべての出典によって受け入れられていようとなかろうと、 2月23日にジャンヌはボークルールを去り、シノンに向かった。数年の間、フランスを救済する武装した少女に関する漠然とした予言がフランス国内に広まっていた。これらの多くで武装した少女がジャンヌの生誕地であるドンレミラピュセルのあるロレーヌ広国国境から現れるであろうと予言していた。結果として包囲されていたオルレアンの市民に ジャンヌが大大使に越見した旅のことが伝わると市民の期待と希望が高まった。3月6日、ジャンヌはボードリクールに護衛されてシノンに到着し、会議的であったらどれも言うと面会した。9日、ついに彼女は大大子使に越見した力を確信した遭遇はこの2、3日前であった。それにもかかわらず、大大使はジャンヌに最初にボワチエに行き、 教会組織による検査を受けてくるように要求したが、聖職者により彼女は有害でなく、任務を安全にを引き受けることができると裁定が、下ると、大大使は22日にようやく彼女の奉仕を受け入れる、こととなった。ジャンヌには、板金甲冑、旗、故障、死者が与えられた。オルレアンに入るジャンヌダルクジャンヌの最初の使命は、ブロワに集まっているジャンド・ブザック指揮官とジルド、 レシキカに引きられた護送部隊に加わり、オルレアンに物資を運ぶことであった。ブーロアで彼女はイングランド軍の包囲戦の指揮官宛てに有名な書状を送り、その中で自身を乙女と呼び、神の名で立ちされ、さもなくば私が立ち去らせると彼に要求した。救援部隊は400人から500人の軍人を伴って4月27日あるいは28日に ついに宗教的な行列のようにブロアから去った。ジャンヌは北側からイングランド軍と即座に戦うことを起としてイングランド軍が集まっているボス地域を通ってオルレアンに接近することを主張した。しかし、指揮官たちはジャンヌに告げることなく、部隊が南部を迂回するルートを取ることを決定し、オルレアンから 4km ほど東の町のシェシーでロワール川の南岸に到達した。 モルレアンの指揮官であるデューノアが川を横切って彼らに会いに来ようとした。この裏切りに憤慨したジャンルは南岸のイングランドの砦に最も近い3ジャンルブラン砦に即座に攻撃を仕掛ける命を下した。しかし他の武将の指示を受けていたデューノアはこれに抗議し最終的に彼女を説得して攻撃される前に町が再補給を行うことを許させた。供給部隊は 三流港の上陸上に接近し、北岸のイングランドの三流取りから川を横切った。フランスの三兵が三流取りのイングランドの守備隊を封じ込めている間に、オルレアンからの船体が供給物とジャンヌ及び200人の軍隊を迎えるために上陸上に来た。有名なジャンヌの軌跡の一つがここで起きた。船を上流へと流していた風が、 突然反対向きに吹き始め、暗闇の中、彼らはオルレアンに順調に戻ることができた。4月29日の午後8時頃、ジャンヌはオルレアンに入場し市民に大歓迎された。残りの部隊はデュノワに説得され、ブロワに戻った。それから2、3日の間、味方の士気を高めるために、ジャンヌはオルレアン周辺の道路を定期的にパレードし、住民にはパンを、 守備隊にはお金を配った。ジャンヌはイングランドのトリデにも死者を送り立ちのきを要求したが、イングランドの指揮官たちはこれをあざけった。魔女の回し者として死者を殺すと脅した者もいた。ジャンヌはデュノワと他のフランスの指揮官と共に戦略会議に参加した。オルレアン包囲戦の日記では、ジャンヌと町の防御を指揮したデュノワとの間で、 軍事戦略に関する多くの白熱した議論が翌週、行われたと報告している。5月1日、デュノアは、行動を起こすには守備隊が小規模すぎると考え、町をライルとジャンヌに任せ、援軍を準備するために自らブロアに向かった。この間、ジャンヌは、死壁の外側に赴いて、イングランドのすべての砦を自ら偵察し、ある時間、ウィリアム・グラスデールと言葉を交わした。 3日、デュノアの増援部隊がブロワを立ち、オルレアンに向かった。これと同時に、他の部隊がモンタルジトジアンからオルレアンの方向に向かった。翌4日の早朝、デュノアの部隊はボースを経由し、イングランドの守備隊を考慮し、川の北岸に直接到着した。イングランド軍は、フランス軍が強いと見るや、部隊の侵入に対して攻撃を仕掛けなかった。 タルボットは、それを護衛することで難を逃れた。ジャンヌが、オルレアン防衛のために取った戦法は、核要塞に分散されたイングランド軍を立て続けに、各個撃破するというもので、工場戦は包囲後に講和を結んで集結するという、当時のヨーロッパの常識から考えると、蛮族の行為であった。4日、正午、東側を経由した通常、迂回ルートを通る。 さらなる供給部隊を確実に招き入れるために、デュノワは、東側のイングランドの砦であるサンルートリデに、対して、モンタルジトジアンの軍隊と共に攻撃を開始した。攻撃が始まった時、ジャンヌはうたた寝をしていて、その攻撃を逃すところであったが、急いで攻撃に加わった。イングランドの400人の守備隊は、フランスの1500人の攻撃隊に、数の上でかなり劣勢であった。 フランス軍を遠くに逸らすことを期待して、イングランドの指揮官タルボットは、オルレアン北端のサンプエール砦から攻撃を開始したが、オルレアンから出撃したブザックラフランス軍の迎撃により食い止められた。数時間後サンルートリデは陥落し、140人ほどのイングランド人が殺され、40人が捕虜となった。サンルートリデのイングランドの守備隊の幾人かは、 近くの教会の廃墟で捕らえられたが、ジャンヌの求めにより除名された。サンルートリで陥落の知らせを聞いたタルボットは、北部への攻撃を取りやめた。翌日の5月5日は、キリストの昇天日であり、ジャンヌは、イングランドの最大の外類である西側のサンドーラン要塞への攻撃を要請した。しかし、フランスの司令官は、要塞の堅固さと、 舞台に休息が必要であることを理解していたため、彼女を説得して、商店日にちなんで平和に過ごすことを許させた。夜通しの軍事会議で、最前作は、イングランド軍の最大の弱点であった南岸にある、イングランドの取り出を取り払うことであるとの結論が出た。翌6日朝に、軍事作戦が開始された。ジャンヌにより奮い立った、オルレアンの市民たちは、 彼女のために民兵として立ち上がり指紋に現れたため、本職の司令官にとって多大なストレスとなった。しかしながら、ジャンヌは司令官を説得し、民兵が加わることを許可させた。フランス軍はボートや橋家でオルレアンから溶かしてサンテニャン島に上陸し、仮設の船橋を経由して南岸へ渡り、橋の複合施設サンジャンルブラントリでの間に上陸した。 この計画は、西側からサンジャンルブランを切り離して、獲得するという計画であったが、イングランド軍の守備隊の司令官、ウィリアム・グラスデールは、フランスの軍事行動の意図を察知し、サンジャンルブランがいるようすでに急いで破壊していて、軍隊を、中央のブールバールイコール・トゥーレル・オーガスティン、複合施設内に集結させていた。伝えるところによれば、フランス軍が、南岸に上陸する前、ジャンヌは、 ブールバールの拠点への吸収を開始したとされている。しかしこの攻撃は、オーガスティントリデからのイングランド軍による放火の側面に立たされ、ひどい災難となった。さらに西側のサンプラベトリデのイングランドの守備隊は、グラスゲールの援軍のために上流方面に駆け上がり、フランス軍を分断させたという叫び声があったとき、攻撃は中止された。パニックとなり、フランスの攻撃隊は、 当枠しているジャンヌを引き連れて、ブールバールから上陸場所へ撤退した。グラスデールの守備隊は、退散する彼女の姿に魔女を見て、これを追撃するために飛び出した。しかし伝説によると、ジャンヌは一人で向きを変え、神聖な旗を掲げて、王のでと叫んだと言われ、伝えるところによると、このことがイングランド軍が追撃を止めて、ブールバールに戻ることを決定するのに、 十分なインパクトを与えたとされる。逃げ去っていたフランスの軍隊は引き返し彼女の下に再集結した。ジルドレはこの戦いの転換点を見てジャンヌに即座の攻撃再開を城壁上の通路ではなくより遠くのオーガスティントリデを攻撃するよう場所の転換をフランス軍に指示するように説得した。終日続いた激しい戦闘の後、夕暮れ前に フランス軍はついにオーガスティン・トリデを奪取した。オーガスティン・トリデがフランス軍の手に渡ったことでグラス・ゲールの守備隊はブールバールイコール・トゥーレル複合施設内に閉じ込められた。同日の夜サンプラベに残っていたイングランドの守備隊はソトルイから立ちのきサンローランにいる仲間に加わるために川の北側に向かった。グラス・ゲールは孤立していたが 彼は700人から800人のイングランドの強力な守備隊を頼りにすることができた。オルレアン包囲戦でイングランドの要塞への攻撃を指揮するジャンルダルクを描いた15世紀の作品ジャンルはオーガスティントリデでの戦闘で足を負傷しており治療のために一晩かけてオルレアンに戻ったため結果的にその晩の軍事会議には参加できなかった。翌7日朝。 彼女は、ブールバールイコールトゥーレルの最後の戦闘には、加わらないように求められたが、これを拒否して立ち上がり、南岸のフランス軍のやえち加わり、オルレアンのほとんどの人々は歓喜した。市民たちは、彼女のために課税額を増やして、複合施設への両サイドからの攻撃が可能となるように張りのついた橋の修理に取り掛かった。サンアントワーヌ島には、大砲が備えられた。 その日は、ほとんど成果のない砲撃と、燃やした二船に嫌いを仕掛けたり、これを燃やしたりすることで、複合施設の基礎を弱体化させる試みが行われた。夕暮れ時が近づき、デュノアは、最終攻撃を翌日に持ち越すことを決定した。この決定を知り、ジャンヌは馬を要求し、これに乗ってしばらく祈りのために去った後や英知に戻り、はしごを握りブールバールへの前線での攻撃を開始し、 隊に向けて繰り返し、あなたたち全員、行きなさい。と叫んだ。フランスの軍人は彼女を追って突進し、ブールバールへのはしごに群がった。ジャンヌは早い段階で、石弓による攻撃で肩を負傷して倒れ、急いで逃亡した。彼女が死んだという噂が、イングランド守備隊を元気づけ、フランス軍の士気を低下させた。しかし報告によると、彼女は刺さったボルトを、 自らの体から引き抜き、負傷にもかかわらず、フランス軍の戦列に、再びすぐに現れ、攻撃隊に、新たな元気を与えた。フランス軍は勝利し、ブールバールから、イングランド軍を撤退させ、最後の砦トゥーレル砦に戻った。しかし、それらをつなぐ跳ね橋はすでに、イングランド軍が手放しており、グラスデール自身が川に落ち、落命していた。 フランス軍は両サイドからトゥーレルトリデへ流れ込んだ。この晩、反射していたトゥーレルトリデをついに奪取した。イングランド軍の損失は甚大であった。その日は他の行動をする予定であったイングランド軍は1000人、近い死者と600人の捕虜を出した。200人のフランス軍の捕虜が複合施設内で見つかり、解放された。ブールバールイコールトゥーレルがフランス軍に奪取され、 イングランド軍はロワール側南岸エリアを失った。オルレアンが無制限に容易に再補給できることとなったため、包囲戦を続けるメリットはほぼなくなった。8日朝、北岸のイングランド軍はサフォーク博とタルボット指揮下でソトルイを破壊し、サンデオランに近いの原に集合して戦闘体系を取った。デュノワ指揮下のフランス軍が彼らの前に整列した。両軍は 1> 約1時間の間、動かずに面と向かっていたが、やがてイングランド軍が戦場から撤退し、モンシュル・ロワール、ボージャンシー、ジャルジョーのイングランド軍と合流するために行進を開始した。フランス軍の司令官の数人は、その場ですぐにイングランド軍を壊滅させるために攻撃をすることを要請したが、ジャンヌは日曜日であるという理由でそれを何度も制止した。 イングランド軍はまだ打ちまかされたとは考えていなかった。オルレアンでは彼らは敗北した方もない犠牲は出たものの、オルレアネ地域周辺のボージャンシー、モンシュルロアール、ジャンビル、ジャルジョーは依然として彼らの支柱にあった。実は、イングランド軍は再編成してオルレアンを再度包囲することはすぐに可能であり、この時点では橋が修復されていたので、 より攻撃を受けやすく、おそらくより成功しやすかった。この日のサフォーク博の優先事項は、イングランド軍が残していったものを復旧させることであった。フランス軍の指揮官は、ジャンヌよりも状況を理解していた。彼女はオルレアンを去り、13日にトゥール郊外でシャルル王大,大使と面会し、戦勝を報告した。ジャンヌは北東のシャンパーニュ地方のランスに向かって、 すぐに軍を進めることを要求したが、指揮官たちは、ロワール側の危険な地域に存在するイングランド軍を、まず片付ける必要があることを理解していた。急速と補強をしばらく行った後、2、3週間後に、アランソンコジャン2世を指揮官とする、ロワールキャンペーンが開始された。ジャンヌの旗の下に使えることを望んだ男の、志願兵と供給隊の志願者で、 ギー14制度ラバルアンドレドラバル兄弟などが加わり、フランス軍は膨れ上がった。うとんじられていたリッシュモンですら、ついには作戦に加わることを認められた。6月12日のジャル城の戦い、15日のモンシュル・ロワールの戦い、17日のボージャンシーの戦いと連続した短期間の包囲戦と戦闘の後、ロワールはフランスの元に戻った。 タルボット指揮下のパリから逃れてきたイングランドの増援部隊は直近数年間における初めてのフランス軍の重要な勝利の後18日に起きたパテーの戦いで敗北した。サフォーク博とタルボットはこのキャンペーンにおいて捕虜となった。それ以後になって初めてフランス軍はランスへ進軍するというジャンヌの要求に同意するのに十分安全な状況になったと感じるようになった。 準備が整った後、29日に、ランスへの進軍が、事案から開始され、王大使は、ジャンヌと、フランス軍に続き、危険な、ブルゴーニュの戦況地域であるシャンパーニュを通過した。7月1日、オーセルは縄文を閉ざして、入場を拒否し、サンフロランは抵抗はしたものの3日に降伏し、11日に、トロは、15日にシャロニャン・シャンパーニュも降伏した。翌十六日に、 一行は、ランスに到着し、ジャンルを従えた、シャルル王大使は17日についに、フランス国王シャルル7世となった。ありがとうございます。